阿部博樹君、はい、日本維新の会の阿部博樹でございます。私は3問質問を予定しておりますが、まず最初に、内密出産や赤ちゃんポスト、母親の子供を認知しないということに関して質問させていただきます。最高裁の判例でも母子は認知をするということが前提であります。それは皆さんももう言わずもがな、出産というのは母親が行う行為であり、生まれた瞬間にその認知は当然であるというふうに現代まで考えられてきております。しかし内密出産を行うことで初めてそこに出産に立ち会う医師が母親の名前を書かないと、本人が希望しないために書かないということで認知の拒否を行うという行為が第三者によって明らかになるということが起きているわけでございます。で、フランスなど内密出産、実はフランスはもう内密出産とは言わないんですね。生まれてくる子どもたち、母親が名乗らなくても国が育てる、国の子として特別養子縁組を作り、そしてそれまで戸籍を作らないという仕組みがヨーロッパの農村社会などで起きてた。教会の前に子どもを預ける、あるいは捨てるという言い方かもしれませんが、そこに預けて、そして育っていくという仕組みが中世の、私はウィーン大学に留学しておりましたが、モーツァルトのフィガロの結婚なり、ドン・ジョバーニはまさにその荘園領主を批判する過激であります。ですから、教会の前に置いていかれた子どもたちは、教会が育て、そして必要なときに農村でまた預かっていく、そういうのが当たり前に行われていて、現代では内密出産という形で、我々は考えるんですが、実は母親が認知しない出産というのが、常に公立病院で行われていく、そして特別養子縁組が行われて初めて戸籍ができていくという仕組みなわけです。で、そこで出自の秘密に関しては、行政が、あるいは国の子ですから、国がさまざまな説得を行い、説得すれば母親が 99% まで、生まれがどこであるか、出自の関係とかですね、あるいは人種、なんでこのような赤ちゃんが生まれてきたかなどの出自の秘密を明らかにしていく、そして開かれたファイルとして子どもが大人になって、その出自の秘密を知りたいときにはそれを開けることができる、他者はそのファイルを見ることができない、閉じたファイルとして行っていけるわけでございます。まず最初にお伺いいたします。このように現代で初めて母親が認知しないということが起きてきたわけでございますが、戸籍としてまずこのようなことを民法上想定していたわけでございますか。金子民事局長。その戸籍として当初から想定していたかどうかということはお答えが難しいんですが、少なくとも、戸籍を作るということはできる、そういう状況に対応してでも戸籍は作ることができるというのが現行の戸籍法の立場でございます。
阿部博樹君。その場合にも当然特別養子縁組の手続きというのはできるわけでございますか。金子民事局長。特別養子縁組の手続きは、戸籍を記載 した後で、手続きを取るということはできます。阿部博樹君。冷静に考えて、施設の前で子どもを置いていって、いわゆる捨て子という形でも養子縁組はできるとは思いますから、この場合も当然できることだというふうに思うわけでございます。出自をする権利というのは、これは、どういう形であっても、生まれた子どもにとっては大変重要なことだと思うわけであります。この現在の、ガイドラインを見るとですね、出自をする権利については、現状では生まれた病院が、聞き取りを行うという程度のもので、その保存の仕組みもですね、その病院の善意に、よっているというところでございますが、出自を知る権利について、厚労省、どのようにお考えでしょうか。厚生労働省、野村大臣官房審議官。はい、お答え申し上げます。先生ご指摘のように今般の内密出産のガイドラインにおきましては内密出産を受け入れる医療機関においてその医療機関内で明文化した規定に基づいて、この母親の身元情報というのを管理をしていただくこととしております。で一方で子どもの出自を知る権利といった観点からもこういった内密出産により生まれた子どもの場合であるとか、あるいは特別養子縁組により養子になった子どもも含めこういった出自に関する情報にしっかりたどり着くことができるような仕組みが必要ではないのかと、もうちょっとこれガイドラインではなくてですね、もうちょっとしっかりした仕組みが必要ではないのかというのご意見もあることも承知はしております。ですが、今回のガイドラインにおきましては、内密出産を希望される場合は、その医療機関以外の人たちには身元情報を明らかにしたくないという妊婦さんのご意向であるとか、あるいはそのやっぱり現行の法制上もその医療機関以外のところに情報を集約するとかそういったような根拠となるようなものがないというのこともありますのでこのようなガイドライン上の整理をさせていただいたところでございます。確かにこの出自に関する情報を知ることが困難な状況に置かれがちな方々についてその出自の情報をどのようなところでどのような範囲でいかに管理をしていくのかそして知る権利を答えていくのかというのは非常に重要な課題ではありますが一方でそうであるがゆえにさまざまな論点がありちょっと中長期的な検討が必要な課題かなというふうに考えてございます。阿部博樹君。その説得によってですね 99% の母親は子どもにメッセージを残すとその内容は父親母親についての情報あるいは母親の年齢あるいは国籍や出身地、そして母親の身体的特徴、住んでいる地域、そして子どもに伝えたい情報や、最後はプレゼントですよ。大人になって、その子にプレゼントを与える。そういうものが 開かれた場合、しかし、他の人には誰も見れない閉じられたファイルなんですよ。そういったものを作る仕組みというのは、そしてこれを行政が関わっていくということですから、ぜひともですね、ただ今ある現行制度を書くのがガイドラインじゃないですよ。しっかりと国民が豊かな気持ちになれる、そういう仕組みがないためにトイレで子供を産んで死んでしまう、コインロッカーに預けたままで死んだ栄治が発見される、そんな社会であってはいけないと思っています。
フランスは子どもが特別養子縁組になっても親の貧困と全く関わりなく、さまざまな仕組みを、そして教育を受ける権利まで十分に保障される。日本維新の会も親の貧困に所得に関係なく教育を受ける権利を大学まで保障していこうということで、大阪でそれを実践しているわけでございます。ぜひとも開かれたファイル、子どもさんに対してだけ開かれるファイル、そして閉じられたファイル、皆さんにとっては、国民にとっては閉じられたファイルかもしれませんが、それは大切な仕事だと思います。今般入院一時金は匿名出産、秘密出産の方には、もらえないということです。あるいは出産一時金ももらえない。そしてまして入院助産施設でもこの秘密出産はできないということですが、もう一度厚生省の担当の方お願いします。厚労省野村大臣官房審議官。答え申し上げます。入院時一時金の方、保険給付の方は先般保険局審議官の頃答え申し上げました通りでございますが、保険給付でございますので、被保険者の方から申請というか申し出、個人を特定しないと支給ができないという仕組みになってございますが、一方で今ご指摘のありました児童福祉法による助産施設の方の入院助産の方でございますけれども、こちらのも児童福祉法上は経済的な理由により病院等で出産できない妊婦の方からの申し込みを受けて都道府県が実施をするというような形になっておりまして、そういう意味では氏名や所得情報などの個人情報といったものを把握した上で行われるということになってまいります。そうした意味では、悩み出産というのはこの自らの氏名等の情報を取得した上で出産することを強く希望しておられるということでの悩み出産ということになりますので、そうしたこういった入院助産による助産施設の利用、そういったことも視野に入れて、名前を出してのですね、出産であればそういった支援が受けられるといった形での説得、そういったものにも努めていただきたいというふうに考えているところでございます。安倍博樹君。いずれですね、今はできなくてもヨーロッパで当たり前のように行われているような仕組みが日本にも適用されることを心から願っております。私は、厚労省、旧厚生省に勤めているときに、旧優生保護法を担当しておりました。母体保護法でございます。過去は例えば、来患者さんの収容施設あるいは不妊手術、当時はそれが正しいということで行われた行為であっても、何十年か後の我々国民にとってはとても過ちの行為であったということを断罪されております。先にその母親が子どもを認知しない社会を認めてる願っているわけではありません。万葉の時代から子どもは両親にとって本当に宝であり、国の宝という歌をたくさん千年前から日本人が歌に込めて歌っているわけでございます。しかし何十年か後にこの仕組みが早くあればよかったなということが考えられるわけでございますから、ぜひとも関係者の皆様ご努力をお願いしたいと思います。大臣、感想で結構です。葉梨法務大臣。この出自を知る権利、厚労省が所管ということですけれども、戸籍の関係は私どもで、現行法でもできますので、かっちりきっちりやります。より良い制度、というかですね、もともとは内密出産というのは、厚労省と私どもも、お話をして、好ましい制度とは言えないなということであったんですけれども、戸籍ただですね、やはりそういうことが行われるということになりますと、
子どもが本当に英字の死みたいなことに、これはやはり生きていていただきたいということで、ガイドラインを両省で作らせていただいたわけです。厚労省においても、やはりこの出自を知る権利って非常に大切なことだと思いますので、またこのガイドラインの運用状況等を見ながらですね、よく厚労省ともお話し合いをしていきたいと思います。安倍博樹君、よろしくお願いします。次の質問に移ります。今度は私は、宮城刑務所を、訪問させていただいたことについて、ご質問させていただきます。宮城刑務所は明治12年に収置館として開設された。これは驚いたことに、西南戦争で、捕獲された敵軍の方々を、収容するために作られた東北の施設だ。九州だと、鹿児島の方々がたくさんいらっしゃるからなかなか、そういう監獄に入れることができないということで東北でできたものだそうです。ですから、当時、収置館の職員の中には会津藩の方々もたくさんいらっしゃって、で西郷隆盛さんの、おじ様がそこに捕獲されて連れてこられたということも記録に残っているそうです。その後、明治36年に監獄となり、大正11年には刑務所となっている。でそこにですね、そこはお城の中に作られた刑務所であります。我流梅という伊達政宗がですね、朝鮮半島から持って帰った朝鮮梅という見事な梅があるそうでございます。思いながら本当に、受刑者の方々もこういうものをめでながら、そして、たくさんの方々がここでお過ごしになったんだなと。帝人事件の平沢死刑囚も、ここで過ごされたということも聞いております。さて本題でございますが、法務省矯正局特別機動警備隊が頑張ってるんですね。これは災害の時にですね、さまざまな災害援助、市町村とも協定を結んであるそうでございます。その市町村と矯正施設である刑務所が、協定を結んでいるということについて、ちょっと、担当の法務省の方、ご説明願いますでしょうか。花村矯正局長。お答えいたします。刑事施設につきましては、災害時における自治体等との協力体制を構築することを推進しておりまして、令和4年9月末時点におきまして、刑事施設本所73町中63町が所在地自治体等との防災協定を締結とし、市として鍛錬場や職員待機所等、また刑事施設内の一部建物や土地を避難場所として提供することとしております。例えば平成28年4月の熊本地震におきましては、熊本刑務所の施設の一部を避難所として開放し、近隣住民の方を最大約250名受け入れ、飲食物の提供やお風呂の提供等を実施したところでございます。安倍博樹君。そうなんですね。熊本県の熊本地震の時は熊本刑務所を避難所として、もちろん受刑者がいらっしゃいますから、その本来の仕事をしつつ、受刑者を、受刑者でなくて、被災者、避難される方を受け入れたということでございます。そこで私はですね、はたと気がついたんですよ。これから台湾有事などがあった場合には、数多くの難民が日本で受け入れなければいけない。しかし入管施設というのは、大村の入管施設がそんなに数多くの方を受け入れることができない。ぜひとも刑務所もですね、受刑者と一緒に処遇するのは難しいでしょうけど、刑務所の
定数とか、宮城刑務所でも1000食以上の食事を毎日3食作ってるんですよ。この、便りの中でもですね、お風呂があって、法務省代理赤レンガでもですね、食事が温かいものが提供されて、そして入浴施設が利用できて、そして温かいベッドがあると、清潔な、そしてお医者さんもいるということで、非常に、ありがたいということでございますが、今の、刑務所の定数というのはどのくらいなんですか。花村矯正局長。お答えします。刑事施設の収容定員でございますけれども、おおむね8万5千人ほどというふうな数字になっております。安倍博樹君。実際は、お話を聞いているとですね、柔道場や、その他の施設で、資格をお願いするということでございます。同じ法務省の施設でありますので、鍵をかけることもできる、そしてお医者さんもいる、そしてシャワーなどの入浴施設もあって、きれいな寝具もあるということでございます。今、刑務所がすべて定数が埋まっているということは聞きませんが、まあ、塀の中には入れられないとしても、少なくとも食事や入浴など、十分に対応できると思いますが、このことについて、入管、台湾有事やその他の有事があったときに、どういうふうに施設を対応していかれるのか、お聞かせください。出入国在留管理庁、西山次長。お尋ねのようなその多くの避難民が到着するような場合の対応につきましては、避難民の保護、応急物資の支給、上陸手続き、我が国において庇護すべきものに当たるか否か、スクリーニング等の一連の対応を行うことが想定しております。最も具体的な想定につきましては、事柄の性質をお答えを差し控えさせていただきたいと存じますけれども、入管庁としましては関係機関と緊密な連携を取り、委員ご指摘の受け入れ先といった点も含めて適切に対応する所存でございます。安倍博樹君。宮城刑務所はですね、北収容棟、新鋭工事が行われて本当にきれいになってですね、それに伴って、施設の中の、処遇も非常に良くなっているというふうに、私は感じた次第でございます。いや、船による収容、あるいは刑務所の外を使った収容、検疫も必要でございます。あるいは先ほどの、一人一人の、いろんな調査も必要だということでありますから、私は本当に、刑務所の中に入れては社会問題になります、国際問題になりますが、地震の災害の被害者の同じように外での処遇というのは鍵もかかるし、さまざまな手続きもスムーズに行われるから非常にいいものだと私は、感じております。もう残りが1分になりましたので、次の時間に性犯罪者の、強制施設の処遇だと処遇についてお伺いいたしますが、私は、裁判で入ってきた性犯罪者の方々の、強制施設の治療といいますか、処遇、どういうふうにしていけば再犯が減るかということに非常に関心を持っているところでございます。海外の調査も行ってあるということでございますが、ちょっと一旦お知らせ願えないでしょうか。吉川政策立案総括審議官。お答えいたします。先生、性犯罪者に対する GPS 装着の関係でお尋ねということでよろしいでしょうか。令和2年6月に関係府省会議で決定された性犯罪性暴力対策の強化の方針におきましては、性犯罪者に対する再犯防止施策のさらなる充実方策の一つとして、
仮釈放中の性犯罪者等に GPS 機器の装着を義務付けること等について、諸外国の法制度運用や技術的な知見等を把握し、その結果も踏まえて、商用の検討を行うこととされております。法務省では、この強化の方針に沿いまして、米国、カナダ、英国、ドイツ、フランス、スウェーデン、および韓国、計7カ国の法制度や運用等について調査を進めているところでございます。今後、調査結果を取りまとめる予定でございますので、その検討を、調査結果を踏まえた上で、どのような制度が導入可能かということについて検討を行ってまいりたいと考えております。以上でございます。安倍博樹君。もう時間が来ましたので、ちょっと終わりますが、すみません、刑務所の利用については大臣にお聞きしませんでしたが、ぜひともよろしくお願いします。終わります。うるま